い、どうもタケヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今日はね7月8日8ですね。はい、時間は6時27分です。ふいふい、今日も暑いよ。暑いんでね、富士山行こうと思います。はい、この原理でね、果たして登れるんでしょうか。はい、ダックスで初めて行きますね。とりあえずね、7月10日までは行けるんですよ。7月10日以降は毎回規制になっちゃって行けないですよね。なんである意味最後のチャンスですね。お、富士山見えるじゃないですか。果たしてどうなんだろうね。結構厳しいんだろうな、やっぱ上り坂は。はいはいはい。でね、一人では心もとないんで、とりあえずアキさんと池江さんを誘いました。で今ねちょっとアキさん家寄ってきます。それから、池江さんと合流したいと思います。でその合流してからね、ちょっと朝食を食べようってことになってて、ちょっとうどん屋さん行きますんで。はい、それからですね、富士山は。はい、それでは行きたいと思います。とりあえずアキさんと合流します。125で大丈夫かな。まあいっか。まあまあ大丈夫でしょう。まあ現地で登る人もいますからね、世の中には。まあ大丈夫か。今日でもちょっと混みそうかも。まあバイクだからいいけど。もう最後のマイカー規制の前の日曜日なんで。素走りもそうだよね、いずれ。はい、7時43分。これ時計が狂ってるな。まあいいや。じゃあ気をつけて。はい。わあ涼しい。いやめっちゃ天気いいな。涼しい。はい、
今回の川はもう登山道？そうそう、登山道ですね。意外に早いね。いつもは一本向こうの道なんです、うん、うんうん。でもバイパス通るよ、こっちの方が早いかな。うん、それ警戒に来たよね。Nmax の方が早いな。どうしようか。うん、どうしましょうか。どうしようか。水まかれてる。お、富士山でいけ。止まると暑い。レギュラー満タンで。元気で。適当なとこで。よいしょ。やべえ、もうセミが鳴いてるわ。鳴いてますね。いいよ、慌てて。ういっす。走れば大丈夫。これメッシュに T シャツ1枚だけど大丈夫かな。結構涼しいな。しかないから。もう Nmax 早い。怖っ。怖っ。めっちゃ煽られてるぞ。怖い怖い怖い。
やべえ、残んで。そうそうそう。いやいや、抜いちゃっていいっすよ。早っ。怖い怖い怖い。おお。頑張れダックス。やべえ、 N マックス早い。徐々に離されていく。やべえ、 NMAX 早いな。頑張れダックス。じわじわ離されてる。ダメじゃん、本当ちょっとずつ離されてる。全開なんですけど。おお、カーブが怖い。気温21度。頑張れ頑張れ。
早い。もう富士山が見えますかね。すげえでか。今日は本当雲一つないから素晴らしい。まあ、雲一つないっていうのは嘘ですけど。富士山にはね、雲がかかってないから。いや、今日来てよかったな。今ちょこっと見えるのが宝永山ってやつですね。横にちょこんと出てる山っす。いよいよ来ましたね、登山道のとこまで。ここまではね、まあ通年を通して通れるんですけど、登山道の方はダメです。10日で終わりです。はい、ついに登山道入ります。だよね、果たして登れるんでしょうか。頑張れダックス。すごい、気温が102度まで行っちゃったな。大丈夫かな。回しすぎたかな。こんなに高くなったのは初めてですね。もうちょっと下がった。あんまり回さないでいこう。まあ遅れるのは知らない。きつい。とりあえず後ろから車来たら譲らんとな。4って何度まで大丈夫なのかな。駐車場は混んでると思うけどね。正確ではないんですけどね、多分ね。でも間違いなく100度は超えてると思う。お、99度になりました。あ、また100度。
全然何も来ないな。下がってるんだけどね。いやでもちょっとオイルクーラー導入検討だなこれ。おお結構タイトですね。回転数を上げないように行きたいんだけど、あと5合目までどのぐらいなんだろう。確かね、なんか標識があったような気がしたんだけどな。この油温がね、安定しないっすね。100度行ったり来たり。多分気温ね、20度ぐらいなんで、20度でも100度超えちゃうってかなりだね。久々に対向車来たの。でもまあぶっちゃけ普通には走れるよね。125でも全然、まあそんな速くは走れないけど、完全に置いてかれました。でもちょっとあんまり回せないな今。まあ原理でもまあ法定速度ぐらいでは走れますから。3度ですね。気温が全然下がんない。じゃないかな。あと 5.8 キロ。以上。失速。車に車あるってことは相当混んでるってことだな。今富士山の何個目だ。7曲がり。
分かった。あと5キロ。よいしょ。3番目ですね。ここで標高 2000m、 はい、ラックスで上がってきましたよ。まあ、このぐらいのペースで良ければ全然大丈夫ですね。というか後ろから全然車来ないし、なかなかタイトっすね、コーナー。おお、すげえ。今下がちょっと見えたけど、いや今日は天気がいいし最高だね。富士山が、頂上が見えたよ今。今ねメッシュに T シャツ1枚なんですけど、めっちゃちょうどいいですね。寒くないです。寒いかなと思ったんですけど、全然ちょうどいい。お、あと3キロ。あ、鼻がムズムズ。鼻がムズムズする。いや涼しいな、ちょうどいいな。風に当たってないとあれなんだね。やっぱ空冷ってだけあるんだな。お、あと2キロです。ほら富士山、富士山、すげえすげえ、頂上まで見えるよ。まあ富士山来るのも久しぶりですね、そういえば。4合目です。標高2300。やっぱ多少空気薄いよね多分。まあインジェ
クションなんで、まあその辺は大丈夫だと思うんだけど、ジャブシャじゃ大変だね。あと1キロになりました。ついに来ましたね。あ、結構風が強くなってきたな。おお、すげえ高え。さすが2300。すげえところに車止まってきたな。よし、今 LINE の通知が来たけど、おお、すげえすげえ景色。さすがに混んでるね。おお、来ました来ました。まあバイクか車で来れる最高地点ですね。めっちゃ涼しい。混んでるね、さすがに。まあバイクなんてどうにでもなるんでね。隙間はねえかな。おお、すげえ景色、見て見て。この真正面なのが足高山ですね。でこっちが富士市。うわ、すげえ。いや、気持ちいいわ。おお、すげえ。これ止められるかな。ギア入れたまま。そう、イオンが上がっちゃってさあんま出せなかった。休憩せな。はいはい、見えるでしょうか。もうすげえ天気いいな今日は。はい、5合目でした。いや、涼しかった。水がつかまで降ります。どうせライン切れちゃうんで繋げずに。
あ、3人だからいい感じでもよかったな。まあいっか。まだ大丈夫でしょう。多分今52度、だいぶ下がったね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。